皆さんこんにちは、あさこです。今日は資格についての話をします。世の中にたくさん資格があると思うんですけど、いくつだろう、千とかね、万とか、本当にすごくいっぱいあると思うんですけど、私もすごい資格をいっぱい持っていて、ヨガやネイルアートやアロマテラピーとか、あと本当に行政書士の試験の勉強もしたことあるんですけど、その資格はちょっと最後まで取りきれなかったんですけど、本当英検とかも、なんだろう、今だと世界遺産検定とかもあるんですよね。もう本当にいろいろあって、もうなんか私もよく聞かれるのが、どんな資格を取るといいですかねとか相談を受けることがあって、なんか世の中の資格全ては私は知らないんですけど、いくつか資格を取ってて思うのが、周りにも結構いろんなね、立派な資格とか持ってる方もいるし、お仕事されてる方もいるんですけど、やっぱり資格っていうのはすごくメリットとデメリットがあるかなっていうふうに私は思っていて、そのメリットとデメリットはまた今度紹介しようかなと思うんですけど、やっぱりどんな資格を取っても結局は自分で仕事を取っていくとか、自分を売れるっていうことが私は大事なのかなというふうに思います。あとは人を集めれることっていうことですかね、お客さんですね、結局は。例えば私の話で言うと、ネイルアートの資格を短大で取って、その後ネイルサロンで働くんですけど、ネイルサロンで普通に働いていて、私の場合だとお給料がそんなに高くなかったので、他でバイトして、イベントコンパニオンのお仕事とかしたりとか、本当にいろんなことをしたんですけど、やっぱりそうやって考えていくと、資格を取っても結局どういう理由で取るのかっていうのが大事なのかなっていうふうには思います。なんでかっていうと、私の場合だと自分でお金を稼げるようになりたい、しかもいっぱいみたいないうのがあって、だとそうするとやっぱり普通にネイリストさんで働いてると、毎月もらえるお金とかは限られるわけじゃないですか。ってなると、じゃあどうするって言った時に、ネイルサロンを開業するとか、出張でネイルに行くとか、いろいろありますよね、方法は。でも結局、じゃあそうやってお店を開くにしても、例えば出張でネイリストとして働くっていう風にしたとしても、バガリっていうなんか美容院の一角とかでやる、私もやってたんですけど、そういうやり方もあるんですけど、独立する方法はあるんですね。でも例えば独立したとしても、結局お客さんが来てくれなかったら売り上げも立たないし、売り上げが立たなかったら自分のお給料とか、その得られるものっていうのは少ないわけじゃないですか。弁護士とかお医者さんとか、本当に働いていて、しっかり保証してくれるようなお仕事であれば全然それでもいいし、本当にその人の満足する例えば収入であったり職場環境であれば、私は本当に資格取ることはすごくいいと思うんですけど、でも結局自分がなりたい像にその近づくために資格を使うっていうような感じのイメージの方が、結局なりたい自分には近づけるのかなというふうに思います。なんで、資格を取って、いずれどういうふうに自分がなりたいのかっていうことをまず取る前にしっかりイメージして、そのために資格を取って、それと一緒に同時並行で、例えば今で言うと、人を集めるための準備だったりすることが大事かなって思います。その準備の具体的な話もまた次回したいかなと思います。今日は資格についてお話ししました。具体的にはまた次回お話ししたいと思うので、ぜひチャンネル登録忘れずに次回を見逃しないようにしてください。それではまた、バイバーイ。